十一月二十日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です まあ、あの季節を感じる、ねえー、イベントであるとか、まあ、いろいろありますけれども、まあ、それこそ、ねえー、今週は23日いお休みの日ですけれども二の鳥が行われると,と、はいね。鳥の市市の市は 一の鳥は11日だったということですけれどももうなんかね、えー、鳥の位置そして手締めみたいなものを聞いてくると <laughs> あいよいよもう、ね、年越しだよねというね、えー、そしてそれにふさわしいような空気感になってきてここのところ急に日本総屋上の温度計11.5度ですけれども、まあ秋を感じるう天気。 にもなってきておりますまあ今週もどうなんだろうねちょっとあれかな寒さは先週よりは緩むのかしらねそうですね今日の予想最高気温19度で<う>え水曜日20度木曜日21度金曜日20度とちょっとこう高い気温が推移するんですけど最低気温やっぱり10度切ってくるので一日の寒暖差は激しくなって土曜日予想最高気温12度まで下がるっていう週末はまた下がるとそ,そうなんですよなるほどねちょっとねあの朝 だから会社行ったり帰ってきたりするときはちょっと肌寒いからコート着てくんだけどこのコートをじゃあ日中どうしよう私なんか忘れっぽいんでどっか置いていっちゃわないようにしないとなと思うんですが、えー、この秋を感じるってねあのいろんなこうイベントでも感じるところで私あの、週末にですね、えー、令和5年度自衛隊音楽祭りというのに はいえー、ちょっとお行ってまいりましたそっかそんな季節です、ね、そう,そう、これもね、あのー、知ってる人にとってはあー毎年秋、大体いい11月の真ん中ぐらいにやるよね、うん、ということで番組のスタッフにも何の意味かあもうこんな季節ですかみたいな、ねえー、ことを言う人もいたりとかで一方で、まあ、知らない人にとっては何そのイベントみたいな話なんですが3自衛隊に所属しているです、ねまあ、音楽隊の人たち、まあ、これは吹奏楽のバンドだよね。うん、はい え、が、ああ、一堂に会してですね、ねえー、演奏すると。演奏するだけじゃなくて、その隊列のパフォーマンスを見せたりとか、うん、あるいは、あの、歌唱もあったりとか、ね、はい、え、いうところで、で、プラス、ゲストバンドで海外からも、まあ、大体、えー、アメリカ軍のね、えー、音楽隊であったりとか、あるいは、アセアン各国から、えー、ゲストバンドが来たりとかしていて、えー、今回はマレーシア軍の中央音楽隊というところで、ね、<ー>なかなかテンションの高いパフォーマンスを、こう見せてくれて、えー、えーえー 面白かったんですが、うん、私、あの、子供と一緒に、今回は行ってですね。はい、で、えー、自衛太鼓っていう。ああ、迫力ありますよね。はい、これは、あの、まあ、陸自中止なんですが、各部隊の、はい、まあ、あの、本当に。現場の人たちが、<う>えー、力を込めて、太鼓を叩いてですね。ね和太鼓のパフォーマンス。いいものすごくかっこいいい。ね、迫力もありますよね。本<当>太鼓の,の響き渡る音が。 いやーもうさ、ね、音っていうのは波なんだな。だなーっていうのよくわかりますよね。もうあの、ね、着てる服。 うんズボンとかがビリビリと震えるっていうねう、えー、このなんか腹綿にね響き渡る音っていうのがあるんだなというねううかっこいい筋肉私も見に行ったことありますけどいい筋肉だなーみたいな腹筋をいじめ抜くかのようにね叩いているそそうだよななーんシンもあったりし,しかもさあの出はけのところでさみんな太鼓をさひょいと担いでいくんだけど<う>あれ絶対重いよね,いね重いですよね230キロ平気であるよねっていうのをさひょいと担いで。 みんなこう出入りするってのはすごいなと思うんですが、いや一つねあの、違いがあるとすると、うん、今まではこういう大規模イベントをやるときって、すべてをこう自衛隊の人たちが、まあ、仕切るというか、ですね、うん、やっていたと、まああの、その中には、例えば会場内外の警備であるとか、人の動きを、ねえー、流す役割とかっていうのも、自衛官の人たちがやっていたと、でなんであんなところも自衛官の人たちがあるんですかって、えー、関係者にね、前に聞いたときに、いや、これは、 あの何か災害等々があってこうた住民の人たちを例えば誘導しなきゃなんないとかいう時に、うんえー、じゃあ大量の人が来るとこのぐらいの人の規模で,でそれをこう何人かで裁かなきゃなんないというのを体感として持っておくか、えー、机上であの学ぶかとだとだいぶ違うんですよとうん、うん、だから我々あの自分たちであえて、えー、人を出して仕切るっていうのをやるんですっていうのを聞いていたんですが今回は。 警備会社が入ってたなんだかなと思っていたら、今日の新聞に、えー、社会面読売新聞、こんな記事、えー、離島奪還想定、徳之島で訓練と、えー、陸海空3自衛隊による最大規模の実動演習、自衛隊統合演習の一環で、というふうに、えー、記事が書き出されていて、今ね、大規模演習をやってる真っ最中で、<ー>実はこれが11月の10日から20日までなんですよ。だから音楽祭りのと、もうもろかぶりをしている。重なっちゃったんですね。重なっているというようなこともで一方でね、 あれはあの日本武道館でやってるんですが、ここ、おいそれと日程変えるわけにもいかないぐらいに、予約は取りづらい会場の、日本一予約の取れない会場の一つでもありますんで、まあ、それやこれを考えると、こういう対応になったんだなというのも、何かご時世だなというのも感じました。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんですこの後六時半次からご登場まずはあ新イラン武装組織風刺が赤い海と書いて公開ですが、えー、日本郵船のおまあ,あ貨物船まあチャーターしている貨物船ということですけれどもダホしたとの声明を発表したということを新居アナウンサーがね、さっき読んでくれました、えー、それからニュース7時またぎ今年度補正予算さらには自民党 5派閥の政治団体が、まあ、政治資金規制法違反容疑で告発というニュース、えー、そして、おはようニュースネットワークは一連の岸田外交、えー、APEC 首脳会議などなどというところで、えー、ニュースプラスワンのゾーンは創価学会池田大作名誉会長死去、えー、さらにスクープアップのゾーンではイスラエルとハマスの衝突についても取り上げてまいります。 この時間最新の株と為替の情報をガ、ガイタメドットコム総研研究員の中村務さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。はい、ガイタメドットコム総研の中村です。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えー、先週末前ですね、現地、はい、17日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて1ドル81セント高い34,947ドル28セントで取引を終えました。はい ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は11.81ポイント上がって1万4125.48でした円相場は前の日よりも円高ドル安の1ドル149円65銭付近で取引を終えました、はい ドル円相場ですけれども、えーえー、終値ベースで見ると前の日から1円10銭ほど円高となりました、うん、で、この円高の要因ですけれども、はい、アメリカは今週の23日が感謝祭で祝日となります、はい、で、この感謝祭を前後して休暇を取るトレーダーの方も多く、うん、先週金曜日は感謝祭休暇を前にこれまで積み上げられた円売りポジションに対する 調整の、えー、売りですね。の買い戻しが持ち込まれたようです。えー、またアメリカの連邦準備制度理事会 FRB の、えー、利上げ終了でしたり、えー、来年の利下げを織り込む形でアメリカの長期金利が低下したことも円買いドル売りの一因となっています。えー、アメリカの10年債利回りは、えー、一時約2ヶ月の、えー、2ヶ月ぶりの水準まで低下しています。でドル円はこういったことから一時149円20銭前後まで。 これだけその、まあ、円売りのポジションが相当積み上がってるっていう話もあって、これ、介入してもそれがあるからあんまり効かないんじゃないかみたいなことが言われたんですが、どうなんですか、はい、これでずいぶん調整されたもんなんですか。 そうですね、あのただし、この下,下げというのは、ええまあ、アメリカの、えー、アメリカ税の売りというのが大きな要因となりますので、<ー>本邦税はまだこの水準ですと、買い向かっている、はい、ドルを買うという動きが多いと思いますので、そうなると、ちょっと買い、えー、介入してもといったところはあるかなと思いますねなるほど、そうすると、地合いとしてはまだまだ円安に向かう可能性の方が考えておいた方がいいというところですか。そうですね 休暇になる前に変な動きをされると困るのでトレーダーの方が一旦ポジションを落としているというイメージが強いと思います。うん、わかりました。名村さんどうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。 スタジオ長官閣下が入ってまいりましたが、まあ今朝の紙面はあ週末明けてというところでバラバラという感じであります。えー、朝日新聞はまあ医療の働き方改革についてなんですが、えー、時間外申請できず行き届る医師、えー、明大病院これは名古屋大学医学部附属病院ですね。えー、研究教育は原則自己検査とまあこれはそのお名明大のね附、えー、属病院の例を取り上げてという形でありますが、まあそこから、えー、業界全体 体ととしてという話まあ残業規制が入るとどうしてもその今まで勤務として扱われていたものがこれ勤務じゃないよね君みたいなことになってしまうというような話でございます。 えー、読売新聞、内閣支持急落24%一面トップです、えー、経済対策強化できず66%本社世論調査、えー、自民政権復帰後最低とこういうこと、まあ、岸田政権の厳しさというところであります、えー、それから毎日は信教の自由侵害、見解割れという旧統一教会の解散命令請求をめぐっての、まあ、主要宗教法人へのアンケート調査の結果 えー、そして、産 k は中国の空母キラー打破アメリカ新戦略 AI 無人機を大量投入と、えー、台湾有事の抑止力を示すという,う記事でありますが、まあ、アメリカもそうですが、まあ、あ日本も、ねえー、本来であればやっていかなければならないところなんですがここがなかなかうまくいかないと平時の,その、えー、電波に対する規制の厳しさとかその辺を、ねえー、指摘する指揮者の方々もいらっしゃいます。 この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。 さあまず夜に、ね、飛び込んできたニュースですが、はい、イエメンのシーア派武装組織、フーシ派が、まあ、日本郵船が運航する貨物船を拿捕したというニュースであります、まあ、これ、フーシ派の側はイスラエルの船を拿捕したんだというふうに言ってますけれども、うん、まあ一応、日本もちょっと絡んでいるということにあるんで日本郵船がチャーターしたということで、もともとの、ね、所有はイギリス、英国なわけですよね。バハマなんです えー、まあそういった意味でいうとね、まあ、いよいよそのイスラエルとパレスチナの紛争、戦争がです、ねえ、こういった状況まで及んできたのかなと、もちろん言うまでもなく、風刺派のバックにはイランがついていて、うん、まあハマスとです、ねまあ、連動しているとも言われている、はい、で特にです、ね、今回の、えー、イスラエル・パレスチナの戦争というのが、はい、まあ言ってみれば、そのイランの影響といったんですか、イランの関与というのが強く疑われている中でね、こういった、えー、当事者、紛争 当事者国だけではなくて、はい、それ以外の国にもこういう形で影響を及ぼしてきた、<ー>じゃあ、これ、どうやって、ね、解放するのかというところも、まあ、今後です、ね、まあ、その複雑な中東、ね、情勢に影響されるんだろうなと思いますけどねうん、まあ、このねイスラエルとハマスの戦闘が始まった直後ぐらいに、アメリカの艦、ま、艇、あうん、に対して、空母に対してか<ー>あの、風車が撃ったみたいな話っていうのも<ー>出てきてましたけれども、これ で戦狙い出したら、またフェーズ変わってきますかそうですね、で加えて、やっぱりあの、うん、ヒズボラというね、事実上です、ね、えー、レバノンを、うんえー、支配して、軍事支配している、はい、そういう勢力の存在、このバックにもイランがついている、だからそういったです、ね、イランの戦略といったら、自分自身はその戦闘といったんですか戦争にかは入っていかないんだけれども、はい、そういった協力勢力を使って、そのイスラエルに対して揺さぶりをかけていくっていう、これがイランの戦略ですよね。それ うんえーね、イスラエルだけではなくて、はい、それ以外の国々、それ以外のこういった民間商船に、ね、影響を及んでくるとなると、うん、やっぱりこのパレスチナをめぐる紛争っていうのは、まああの、拡大してるんだろうなと思いますけどねうん、まあ。しかもね、これ、この船、まあ、イギリスの会社が持っているんだけど、その親会社がイスラエルの会社みたいなこともあって、イスラエルの船だというふうに、風刺化は。 言い募ってるというかね、えー、主張しているわけですけれども、えー、これやっぱこう中東戦争の記憶とかを持っている国々、まあ、日本もそうですけれども、えー、からすると。やっぱ ここであんまり介入すると飛び火したよねみたいなところ、うまいとこついてきてるんですかねこれは、まあ、そうは言っても、ですね、えー、イスラム教徒、あるいはアラブ諸国、うんまあ、イランはアラブに入ってませんけどね、ですねえー、別に一枚岩ではないんですよ、もともとそのアラブはイランに対して非常に強い警戒感を持っているから、はい、とは言ってもその中でイスラム教徒というと共通の基盤はありますよ、あるけれども、ベースとしてはそのイランに対して非常に強い警戒感を持っている。だから この動きには必ずしも賛同しているわけではない。 とというところもあるでそれだけにです、ね、非常に複雑な構図なんです、ね、うん、まあね、これ、後ほどねあの、イスラエルの情勢についてはまたお話をいただきますけれども、はいはい、これ、日本としてもだからそうすると、アプローチの仕方っていうのは、これ、どうしていったらいいですかね、難しいじゃないですか、えーまあ、当事者としてはね、あもちろんあの、ね、船舶を所有してイギリスの会社というところが、交渉の当事者に、私はなってくるんだろうなと思いますけれども、はい、まあ、加えて、えー、その船にはですね、 イスラエル人は乗っていないという状況もある、そしてもともとその風刺派というのは国でもなければ、何か認められた存在、組織でもないということで、ある意味、言ってみればゲリラですよね。うん、でということもあってです、ね、通常の公式なんです、ね、ルートでの交渉というのは、これ、なじまない、じゃあ、どこに持っていったらいいのか、うん、イランに持っていったらいいのかどうかという問題にもなりますからね。うん 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。取り上げるニュース、こちらのニュースです。今年度の補正予算案、今日衆院本会議で審議入り。 政府の経済対策を裏付ける2023年度補正予算が今日衆議院本会議で審議入りします与党側は今週中の衆院通過と今月中の成立を想定野党側は即効性に欠けるとして追及する構えですさあきから審議入りということになりますがまあこの補正予算がね ええー、13兆1000億円余りだということですが。ええー、あの、大迷走してますね、結論から先に言うと。迷走<想>えー、えー、その意味するとか何かというと、はい。で、これって本当に必要なのかどうなのか。いや、私にはそれは必要ですよ。はい、うん。ただ、どうなんでしょうね。あの、政府サイドは、えー、公式見解として、うん、要するに経済は平時、ね、えー、ね、はい、有事ではなくて平時に戻ったという大前提に立ってますよね。えー、じゃあ、えー、この平時の根拠って何なのかというと、ええー、今年のですね、 6月期の、あのー、時計によりますとね、はいえー、供給能力を総需要が上回ったと、うん、わずかながらも上回ったということをもってね、言ってみれば平時と認定しているわけなんですが、うん、その平時だったらね、ねはい、あの補正予算というかです、ね、景気対策やる必要ないんですよ。 景気対策、経済対策、何のためにやるのかというと、要するに需要が、えー、供給能力を下回っているために、はい、要するに景気が失速しそうだ、景気が悪くなっていきそうだ、景気が悪いという状況で、うん、要するに公的セクターがね、その需要の穴埋めをするための景気対策として、要するにこういった補正予算で、うんえー、執行するという形を取るんですよ。はい、平時だとやる必要ないじゃないかということで、苦肉の策として考えられたのが、えー、まあ言ってみれば、えー、物価高対策なんですよ。はいうん、で 物価高対策で、じゃあ、えー、支出するのはいいですよ。えー、歳出をね、えー、増やすのはいいですよ。で、そうすると、要するに総需要が供給を上回っていっちゃうから、さらに物価高になってしまうと。 いう矛盾なんですよ、これ。確かにそうですねだから私、言わせれば大迷走、やってる意味がわからない、本質的なね、必要なんです。で、なぜ私が必要かというと、実はこの四5 6月期のこの需要と供給のバランスを見てみると、明らかに供給能力を鯖を読んでるんですよ、低く見積もってるんですよ。もっともっと本来だったら供給能力が上なんですよ。じゃあ、なぜそういった下振れしているのかというと、やっぱり長いく 不況と、そして加えて直近 3, 3年間の、ねえー、まあコロナへの影響があって、うん、え各企業生産者は供給能力を絞ってるんです、じゃあ、どのぐらい絞ってるのかというと、はい、えこれはある資産があって、14、5兆円絞ってると、はい、だ本来だったらもう少し供給能力が上で、ね、需、はい、給ギャップは15兆円程度あるというのが、まあえー、そういう指摘もあるし、それは有力な指摘なんですね。だだから今景気が悪いんだと ね。うん、景気がなかなか良くなっていかないんだ。賃金が上がっていかないんだ。 という雇用がね、拡大していかないんだという、そういう局面があるわけなんですね。うん、だから本来だったら景気対策として需要が少ないから、はい、これをやるんだという、えー、立て付けにしなきゃいけないのに、<ー>ね、要するに平時だ、だからこれ以上の赤字国債は発行しません。これ以上の、えー、どんどんね、えー、財政出動の垂れ流しはしませんということを財務省サイドが言いたいがゆえにね、はい、平時、平時だとやる必要ないじゃん。だいもう様々な矛盾が噴出してるんですね。おー。ってことは、これ、 まあ岸田さんなり官邸側としてはもうちょっとやりたいんだけどなみたいな感じなんですか。それと党が、ええ だからその辺の認識がきちんと行われてるのか、えー、ああ一本に整合されてるのかというと、おのバのバラなこと言ってるって感じですそうなんですね、だから中途半端な中身、なって全然聞きません、こんな聞きとしては、<と>基金に積んじゃって、これねあの、その13兆2000億円だと、うん、で規模だけで見ると、おお、すごい額だとなりますけど、うんえー、やっぱり基金に積んだりとかっていう、実際出てこないお金っていうのも多いんですかね。 でこれは複数年度にまたがるねえ予算にして、使い勝手をよくするんですよと、予算っていうのは年度末で国庫に返納されないようにするんですよとえいうことを言い,たいが言いたいんでしょうけれどもね、じゃあ、基金って使うときにあたっては、チェックが必要なんですよ、なかなか使いにくくする、だからコロナ対策費でも基金で積んだけども、数兆円規模で使い残しがあるじゃないですか、それを今度また防衛費の増額に回してみたりとか。 うんね、使わないように、使わないようにするためにえ、こういう形を取ってるんですね。うん。まあちょっと前まではね、予算規模、真水いくらだっていう話が出てましたけれども、真水はこうして13兆2000億円余り積んでも、逃げ水というか、なんか幻みたいなですね。そうなんですね。おっしゃる通りなんですよ。だから、えー、真水イコール一般歳出ベースですけれども、はい、そこがど,どの程度の規模になるのかが注目を集めるようになった。そう事業費じゃない。真水だと、はい、いうところ。で、その、ま、ず真水をですね、 かさまししようとしているのが、えー、今回の補正予算。<ー>だから非常に中途半端。<ー>13兆2000億円使うんだったら、足りないんですよ。はい、15兆円が比べるとわずか。だからね。うん、でもやらないよりはやったほがはるかにマシなんですよ。はい、だからこれをなぜね、使うように、使えるようにしないのか。だからこれもう本当に効果ないです。ああ。なんかしかしこれ基金でね、積んどいて、で、それをこう、繰り延べてみたいな形って、 まあ、まあ、こう言っちゃもんなんですけど、まあ、裏でとまではいかないですけど、<え>なんかもう一個財布作るみたいな話って。 やっぱりなんか、最終的に健全なんですかね,ねでその危機のところにね、天下りが行ったりなんかしてね、<ー>要するに、はいえー、官僚役、ね、所としてはです、ね、うはうはの状況を作るというね、うだからね、要するになんで景気が悪いのかというと、有効需要が少ないからでしょ、うこれ、経済のいろはの胃ですよ、んなんでその有効需要をきちんと穴埋めしようとしないのか、うね、そういった点でいうと、はい、今回の補正予算は全く期待できない補正予算となるほど。 さあ、指示をまたいで、政治に関するニュース、取り上げるのはこちらのニュースです。自民党ご派閥の政治団体、政治資金規制法違反容疑で告発。 自民党の5つの派閥の政治団体が政治資金パーティーの収入を政治資金収支報告書に記載していなかった疑いがあるとして告発状が提出され東京地検特捜部が各団体の事務担当者らへの任意の事情聴取を進めていることが分かりました総額およそ4000万円に上るということです まあ、関係者への取材という形で、えー、明らかになったそうですが、まあ、安倍派、二階派、茂木派、麻生派、岸田派と、まあ、主要派閥とというところであります、はいまあ、あの関係者への取材といっても、告発を提出した、えー、方のです、ね、対する取材というか、うん、あのこれ、まああの、市民活動というかです、ね、政治活動の一環でやってますんでね、はい、でこれ、何も、えー、各政治団体あの、派閥だけじゃなくてです、ね、はい、個々の政治家に対しても、一円単位で今、情報 公開時に求めてるんですよんあの神明博さんという方はね、きょう、神戸学院大学の教授ですけれども、そういった意味でいうと、まあ、政治活動の一環というところも加味してね、もちろんそうは言っても、ですね、うんえー、こういう政治権規制法違反に当たる可能性があるということでね、はいえー、こういったことをやってはいけない、きちんとした、えー、その法律にのっとった、ねえーまあ、あの報告書を作らなきゃならないことは、これは間違いない、だから派閥は、うんえー、それをきちんとやらなきゃならないんだけれども、ただその一方で、どうなんでしょうね、はい、これ。 うんえー、東京地検特捜部もちょっと意識しなきゃならないのは、まあ意識してるというふうには聞いてますけれどもね<ー>、あのー、やっぱりこの清政争の具になってるわけなんですね、政治的な思惑、はい、特別な政治的な思惑で、要するに、えー、政権与党を攻撃しようじゃないかという、そういう意図があるんですよ、ベースとして。ただ、軽視としては違反してる、だからそれについては、えー、きちんと対処しなきゃならないわけですけれども、その背景の、ね、意図というのもきちんと理解していかなきゃいけないなと、私は思いますけどね。う まあこれね、あのー、林芳正前外相、昨日フジテレビの番組の中で、まあ、あしっかりと確認し、適切に対応すべきだと、そうしているとの報告も受けていると、はい、ういうこと、まああのー、各派閥、まあそれねえー、対応しているとういうことなんでしょうね、えーはいまあ。訂正すべきところは訂正してね、えーまああのーま、ず特に政治権規制法というのは、はい、要するに入りと出を考えてみると、入りに関するね、えー、これは規制の法律ですから、はいえー、それについては 規制に法律にのっとって報告するべきでしょうね政治と金の話、そしてあの特捜部が動いているというと、まあ、柿あ法務副大臣、まあ、前の法務副大臣ですが、ねえー、公選法違反などなどとこういうところでまあ動いていたりとか、まあ、このところ、ちょっと岸田政権、いろいろね。 も、えー、も出ていたりなんか,も、ねうん、だから特にね、この神田健次財務副大臣のケースで言うと、はい、税金滞納ということですよね、はいで、しかも財務副大臣というポストに就任したわけですよ、で税金滞納ですから、うんえ、財務省国税庁サイドは、間違いなくこういった状況があるということを事実認識、事実把握してた。 はずなんですよ。はい。じゃな、まあ、まあ、まあ、私が言いたいのは、その身体検査という意味でね、うん、特に、えー、副大臣政務官については、これは、えー、その人たちをね、まあ、今回の場合はか、あの、患者さんをね、送り出した政和会安倍派が、はいえー、やっぱり一時的にはですね、身体検査をやらなきゃならないんですが、そこから漏れたと。うん、で、で、あるならば、やっぱりこれ政権のリスクになりますから、官邸、はい、サイドがですね、特別な場合には、その振りにかけるという必要があるんだけども、なんで財務省がね、うん、あるいは、えー 財務省国税庁が要するに官邸サイドにこの人は税金滞納を繰り返しやっている悪質な人ですよという情報を入れなかったのか。 そういった身体検査を事前にやらなかったのか、はい、その、ね、思惑といったら、財務省サイドの思惑がちょっと消せないですよね,お、まあ、ね今回この、特に財務う、ごめんなさい、えー、副大臣と政務官の人事に関しては、まあ、派閥からの推薦をほぼそのまま受けたんじゃないかみたいなことも報じられてますけれども、ねねえまあ、それにしたって、まあ、身体検査は一応、やるはやるんですよ、ねえーまあ、こういったですね、えーまあ、だってこれは明らかにね、これが表に出てきたら、こ しななならない政権にとってダメージになるわけですから、うん、普通だったらね、だって分かってるんだから、財務省サイト、把握してるんだから、うん、なぜそれを要するに情報として上げなかったのか。 とというところがちょっと非常に不可解ですよね<ー>だからその辺で、永田町では、ね、非常にうがった見方、ゲスの勘繰りかもしれないけれども、はい、いよいよ財務省も当角に追こか始めたんじゃないかというね、<ー>そういった見方も若干広まってるんですよ。<ー>要するに、あえてあげなかった、はい、意図的に上げなかった、はい、というようなです、ね、見方も広まってるんですね。 まあ、このところね、まあ、岸田さんは減税というふうに言って、うん、で、これは、あの、増収部の還元だというふうに言っていたんですが、え,え、え財務大臣までが、いや、あの、増収部はもう使っちゃいましたから、みたいなことを言ったりとか、ええ、あれ、橋を外れちゃってるよという感じがね。そうなんですね。で、加えて、自民党税調会長、宮沢洋一さん、うん、あで、この方は、ええ、まあ、総理がまだ行ってない、総理総裁がまだ行ってもいないのに、一、ええええ、回こっきりですと。ああ、はい。 ででね、自民党税調っていうと、なっこも黙るというふうに言われてるけども、結果的には、えー、政務調査会、政調会の下の部会ですよ、一部会長ですよ、お<ー>それがなぜね、えー、総裁、総理総裁の、はいえー、方針を翻、えー、するようなね、まあ、ベースとしてどういう方針があるのかわからないけれども、うん、なんでその先を打って、そんなことを決めてしまうのか。 はい、どういった、えー、そういう権限があるのか、そうですね,ね、それを考えると、<ぜ>なんかこう反旗を翻したっていうふうにしか見えないですよねお確かにね、あの直属、ね、の上の政調会長もあの、テレビ番組の中で、いや、1回動きるかどうか決まってませんからね、ということを萩生、うん、田さんも言ってたのに、うん、その後にまるで決まったかなりね、まだ期間決定すらしないでしょ、これ。うんえーえー すすごいですよねだからもうね、あの政府・与党部内が、はい、なんかもうね、がたがたになってるというか、全く著しく整合性、今日の冒頭の話はありませんけど、補正予算の話じゃないけれども、はい、要するに整合性変えてるんじゃないかなと思いますけどね。まあその辺ね、支持率も各世論調査見ても、このところはかなり下げもきつくなってる感じありますよね、うん、だから私が驚いたのはね、はい、あの共同通信の世論調査なんですよ。うん、それは何かとというと、うん、要すするに政権の内閣もです、ね 支持率よりも自民党支持率の方が上回っちゃってるんですよ、<ー>通常のケースでいうと、はい、要するに内閣支持率が党支持率を上回っていて、これが政権のプレミアムと言われていてね、別、うん、に例えば岸田さんならだったら、岸田さんが政権運営するその大義名分足りえたんですよ、ね、だから解散を打っても、ですね岸田さんが総理総裁だから当選できるというねうで、それが逆転しちゃったって、これ、異常なこことが起こってるなるほど。 おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです日中首脳会談1年ぶりに開催岸田総理大臣は16日滞在していたアメリカサンフランシスコで中国の習近平国家主席と会談を行いました両首脳は戦略的互恵関係を包括的に推進していくことを再確認 岸田総理は日本産海産物の金融措置の即時撤廃を求め両首脳は対話を通じて解決していく方針で一致しました。 アジア太平洋経済協力会議 APEC の首脳会議に滞在していたサンフランシスコでこの首脳会談も行われたということであります。まあ先週は外交の一週間という感じでしたけれども、さあ須田さんこの日中首脳会談どう見たらいいですか。はい、まあ日中首脳会談単独でねだけで見てもですね、うんうん、その目指す方向って見えてこなくて、やっぱり米中首脳会談とね、はい、ワンセットでこれは取り上げてとりあえずあのと捉えまして見るのがいいんではない。 そうするとね、あのやはり一時期、まあ、デカップリングという言葉で代表されるように、えー、西側と、ね、中国はです、ね、今後、どん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 距離を広めていくんだ、あるいは最終的に、うんえー、分断されるんだみたいな、ねうんえー、状況だったんですが、そうじゃないよねと、はい、やっぱりそれをやろうとしても不可能なんだから、無理なんだから、要するにその分離するところと、分かれるところと、うんえー、しっかりと、えー、手を携えていくところを、えー、分けていこうという。はい、例えば、ね、分離していく 日本の代表的なところで言うと、うん、半導体とかね、はいえー、というところが上がってくるんでしょうけれども、これは、えー、言ってみれば経済安全保障の、うんえー、観点というところがありますからね、半導体とか通信というのはそういう方向になるけれども、はい、ただ、一方の中国にとってみてもね、完全にそこをデカップリングされてしまうと、特に半導体の分野では、うんえー、自国の経済にも大きなダメージを与えるので、はい、そこはなんとか情報を引き出そうとするというところもあるし、まあ、それ以外の分野では、ですね、うんえー、相互に依存性が高いということで、アメリカもそれは日本も そ,うですよそこは、えー、完全に、今回の,その海産物等も含めてね、えー、完全に分離する、ま、輸出しない、輸入しないということはありえないわけですから、ええ、だからそこについてはどうしていくんですかというところで、じゃあ、歩み寄るところは歩み寄るために、じゃあ何ができるのかっていうところを探り合う、そのスタートになったんではないかなと思いますねあ、まあ、スタートという意味でいうと、はい、まずは何というか、会うのが大事みたいな、中身よりはそっちの部分ですか、ね、そして、相方ですよね。相方 ええ、言ってみれば、これまでの、ね、日本外交というと、まあ、あの友好が大事なんだから、ね、はい、両国の良好な関係が大事なんだから、言うべきことを言わないっていうケースも、でそれは事務課題に任せてみたいなね、えー、ところもなかったわけじゃないんだけれども。首脳同士のに関しては、もうにこやかに会うんだで、そういった意味で言うとです、ね、はい、やっぱり処理水の問題、処理水に端を発した、ええ、海産物のです、ね、輸入禁止停止の問題。はい はい、あるいは部位の問題、尖閣の部位の問題、はいえー、これについても、えー、岸田首相がですね、言及し、解決を求めたっていうね、はい、で、どの程度のレベルでの求めたっていうことになるのかっていうのは、今後、検証が必要なんでしょうけれども、えーえー、そのあたりについて言及した、ですから、これから日中間が言うべきことを言うというね、求めるべきものは求めていくというね、えー、という状況になっていく可能性も秘めた、うん、日中首脳会談だったんじゃないかなと私は思いますけどね。あ まああのー、結果の、ね、概要について、外務省のホームページなどにも出てますけれども、うん、まあ他にもその法人の拘束についても、即時解放なんだと、解決だと、はい、こういうことも言ったと、で合わせてその写真が出てきたりもしますけど。うん 笑顔ないですね、はいえー。結構怖い顔で岸田さん、対峙してるっていう感じになってましたね。うん、だからどうなんでしょうね。そのあたりも、えーあのー、本質のベースっていうのは言ったらいいんですかね。特にあの習近平国家主席というと、はい、やっぱりあの国内向けのね、えー、まあ言ってみれば情報発信ということを強く意識して、はいえー、そういった冷淡な対応、<ー>えね、厳しい表情、 っていうのを日本に対しては常にやってくるっていうね、ですからそういったところを習ったわけじゃないけども、<ー>やっぱり変な情報をしたと思われないように、<ー>岸田さんもあえてそういう表情をした可能性もないわけじゃないんだろうなと、私は思いますけどねなるほど、まあね、これん、中国相手っていうと、まあ、日本との間はそういった問題が結構いろいろ。 席してますもんね加えてえ、日本国内の民意と捉えてみるとね、はいうん、要するに中国に対してあまり融和的な対応を取ると、やはりあの自民党の支持している岩盤保守層がどんどん逃げていくという、そういう政治的な、国内的な政治的なリスクを抱えてますよね、うん、だから岸田さんとしても、今回のことで、えーまあ、にこやかにするという、ねえーえー、ところもです、ね、えー、今後の、えー、政局を考えていくと、やっぱりプラスに作用しないんだろうなという、そういう計算も働いたんじゃない なかと私は思いますよねうんで他方そのねあの、米中の方なんですけれども、うん、まあ一応、まあ、4時間余り、ね、会談を行ってとこういうところでありまして、ねえー、2人で、ね、散策をしたりなんかというのも、ねまあ、それをしかもメディアに撮らせたりとか。はい まあこれはどうなんですか、習近平さんの国内向けパフォーマンスの要求みたいなものにアメリカ側が答えた部分があるんでしょう,か、ね、うんだから、あのー、そういった意味で言うと、バイデンさんも来年、ねはいえー、選挙控えてますから、うんえー、国内のです、ね、中国系っていうところも意識してるでしょうし、<ー>で加えてやっぱり、あのー、今ね、中国って捉えてみると、はい、やっぱりあの不動産開発バブルが崩壊し、はいでえー、景気が低迷しているという状況の中で、えー、じゃあね、 こ,れもこのまま強硬策でね、西側諸国と強硬策で対峙してというやり方が、果たして通用するのがどうなのかというところもあるんだろうと思うんですよ、やっぱり次の,その経済成長のエンジン、原動力というところを考えていくと、中国にとっても、ですねやっぱり貿易、あるいは良好な関係、外国との良好な関係が欠くと、やはりその辺が失速しかねないという状況がありますからね、やっぱりえ中国としても強気一辺倒ではいられないだろうと思いますけどね、うん。おー まあね、そこら辺で、まあアメリカがもうある程度中国の要求に乗っかったのかなと思いきや、うん、最後の最後の会見のところで、<Yeah. S 1> あんたまだこれから先にも独裁者って呼ぶのか。 言ったら、おお、独裁者と呼ぶよという発言がバイデンさんからありましたよね、もう最後の最後でこれ、石報いたのかとか、いろいろ思ったんですか。というよりも、民主主義の観点からすると、基準からすると、独裁者であることはこれ、間違いないですからね、だからそれはね、ある意味で、日本基準なんですよ、日本スタンダードなんですよ、だからアメリカってやっぱり言うべきことは言うと、指摘すべきことは指摘すると。という やっぱりアメリカの政治のベースですからね、そこに対してなんか忖度とか配慮というのはしないんですよ、だから、えー、私はバイデンさんの、えー、いつもの対応じゃないかなと私は思いますけどね、<ー>まあ、もちろんブリンケン国務長官は、なんか眉にしわ寄せたなんていう報道もありますけどね、はい、<laughs> ね余計なこと言いやがってというようなことありますけども、私もね、その映像を見ても、いや、それってそれに対する反応なのって、ちょっとね、たまたまこれ、偶然じゃないのかな <laughs> と思いますけどね。 あのバイデンさんもちゃんとエクスキューズというかね、うんえー、統治機構がわれわれとは違うんだということを言ってましたもんね、はいはい、だその辺はそうなると不規則発言というよりは、もう練<っ>られてたというか、本心からそう思ってるというところですかね。 さあそして、まあ、今回のこの会談等々も、うん、元はというと、ーペックの首脳会議に合わせてというところだったんですが、ねまあ、この会議についてっていうのが、ちょっとね、あの報道がかすんでしまったようなところもありますけれども、うんまあ、ここはどうなんですかだから、まあ、もちろんね、うん、アジア太平洋経済協力会議、経済協力会議という名をを打ってる以上ですね、うん、やっぱり政治問題、地政治学的な問題については、なかなか言及しに 悔いというのがあるんでしょうけれども、まあ言ってみれば、ですねえここでもウクライナ問題、はい、あるいは、えー、パレスチナ問題っていうのは触れることができなかったというところを考えてみるとね、やはり、あのー、も,もちろんね、ここで APEC でもこういった国際機関の集まりですから、何らかのメッセージを出すことがやっぱり必要なんですよ、本来は。それを出すことができないということで、ミニ国連化してるなと。 ああ、えー、これって、やっぱりこう、APEC、まあ、あの、日米だとか、まあ、うんあ 西側のおいわゆる先進国という国もあれば、新興国、まあ、いわゆるグローバルサウスと呼ばれるような国々と、えー、まあその辺がなかなか折り合わないというか、うん、そういうようなところがあるんで,すで加えてやっぱり中国、ロシアが入ってきてるわけですから、はいまあ、そういった点でいうと、いろんな思惑的が、あるいは利、ね、害が絡み合ってますからね、えー、そういった政治的な問題に踏み込めないというね、限界ですよ、エイペックの。だからそううういいっった意味で言うとととやっぱり政治と経済国際政治治経済国際のは 表裏一体なわけで、すから、はいねえー、そこに言及しないと、じゃあ APEC の存在意義って果たしてあるんだろうか、うやっぱりそういった政治的な安全保障上の安定を欠いたままでの,その経済協力というのはありえませんからね、ー100%ない、ねーで、そこに、えー、踏み込んでいけない、そこの問題を解決できない、方向性を示せない、この APEC ていうのが存在価値というのが今後問われてくるんじゃないかなと思いますね。あまあ今回 ごめんなさい、えー、今回、議長国がアメリカであったということ、はいまあ、アメリカとしてはまあメッセージを出したいところですけど、やっぱこうグローバル・サウス巻き込むって、G7 とかでも一生懸命やろうとしてますけど、難しいんですかねうんだから、それぞれの思惑はそこにありますからね、うん、そしてその当事者のアメリカですら、そのね、パレスチナ問題をめぐっては、イスラエルの全面支援ということでね、なんか孤立化してますよね、うん、そうですよね,ね。だから、そのアメリカの孤立というのが、えー、今回、際立ってしまったんじゃないかなと思いますね。 うんえー、この時間うん、日中首脳会談、日米首脳会あ米中首脳会談、そして、まあ、APEC とこういうところを取り上げてまいりました。 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、ますさあ、あのー、須田さん手というかですね、ニュースに関してメールいただいてるんですが、ね、静岡富士市の手と手と目と目さん、ええー、六十七歳の方、ええー、ニュースが取り上げているタイマグミ、これ普通にお店でも売ってるんですかね。恐ろしいですよね。とはい、いただきました。ええ、ね、まあ恐ろしいですねというのは、あ、えー、別にあのタイマ成分がね、ええ、はい、入っているということよりも、うん。 大麻成分の中の違法とされている物質 T H C というのがあるんですけれども、はい、でそれを科学的に合成したものなんですよ。で科学的に合成したということがあってですね、はい、これは違法ではないんですね。ただどうなんでしょう。それが本来のね大麻由来の成分が T H C がですね禁止されているということは、はい、やっぱりいろいろと問題がある。 からこそ、えー、規制されてるわけで、ちょっと、えー、その部分が法の,の抜け穴になってるのかなと、ただその一方でね、合法な成分もある、大麻成分の中には、<ー>例えば CBD と言われてるものがあって、うん、それに対しては、あの特に CBD オイルという形で、<ー>電子タバコ的な形で、ね、吸引するということで、これは合法なんですよ、これなんか街中でどーっと、えー、結構 CBD、えーね、バーみたいのが出てきてますからね。うん だそことの,この線引きといったらいいんですかね、うんはい、だからその使用者側もです、ね、何が合法で何が違法なのかっていうなかなかこう見分けがつかないという状況になってるのかなとで、その一方で,ですよ、うん、世界的には大麻解禁の流れになってますからね、タイ,マタイなんかは完全解禁ですから、まあ、アメリカなんかもね、州によってはう、ね、そうですね、ニューヨークなんかそうですね。 そういう、どうなんですか、まあ、で、あの、大麻取締法のね、えー、改正の法律閣議決定されて。これから審議になると思いますけれども、ええ、あれはどっちかというと、医療用大は解禁するけれども。まあ、一方で、まあ、所持だとか、使用だとかっていう部分は、厳しく取り締まるよという形ですよね。えーえー、あの、今までは、吸引に限って言えばですね、合法、はい、だったんですよ。<ー>で、これも禁止されるということなんですね。で、ただ、どうなんでしょうね、不思議なのはね、はい、ええー、大麻取締法と。 要するに、ええええ、麻薬および抗精神薬取締法、2本立てになってるんですか、うん、ああ、なるほど。なぜこれ2本立てになってるのかっていうのをよく考えてみな,ないといけないんですよ。大麻、うん、取締法というのは、じゃあなぜだめ、えー、なのか、吸引はオッケーなんですよね、改正前は。はい、つまりね、これ、なんて言ったらいいのかな、あのー、要するに、ね、問題と言ったらいいんですか、 ね、違法だ、あるいは危険性といったようなのかな、<ー>この危険性の認定、科学的な認定ができないんですよ、大麻って、あそうね、危険性認定してしまうと、はい、要するにアルコールの方がはるかに上なんですよ、<ー>それも低いんですよ、危険性という点では、常習性であるとかね、そういう体に悪いという点でおいては、は<ー>だからそのあたりの、ね、矛盾をどうこれから、はいえー、考えていくのかなって、私は思いますけどね。さあ,あでは、この時間取り上げるニュース、こちらです。 創価学会の池田大作名誉会長が死去創価学会は18日池田大作名誉会長が今月15日の夜老衰のため亡くなったと明らかにしました95歳でした、えー、既に近親者による家族葬が行われておりまして23日に創価学会葬を行い後日お別れの会が開かれる予定だということであります学会という基本的にはとの 集まり、ねはい、団体でですすよねね、うん、仏教もです、ね、でただその一方で、非常にこう政治的な影響力を大きく持つ、うん、そういった団体であることも間違いない、はいねでね、なおかつですね日中国交正常化においては、はい、あの非常にですね、まあ、も,もちろん当時、田中角栄、ねはい、首相がですねその日中、えーね、国交正常化に大きく動いたわけだけども、その背景にはですね、うん、やっぱり公明党の果たして役割も大きくあるんです。うん、自民党はもともとパイプの だか,か,から、<ー>そのパイプ役としてね、えー、公明党が役割を果たしたということなんですけども、うん、そういった意味で言うとです、ね、国内政治、あるいは外交にも大きな大きな影響力を持ってきた、その中心人物だったのが池田大作氏だと、うん、そう考えてみるとね、はいえー、この死去されたということは、じゃあ政治に、えー、国内政治に、あるいは外交関係にどういう影響が及んでくるのかっていうのをちょっと考えていかないといけないんじゃないかなと思いますね。うんまあ、これね公明党 まあその前身となる公明政治連盟の結成等々というのは、この池田大作さんが第三代会長の時にと、はいでえー、かなりそういう政治路線だったりとか、拡大の路線を特に上昇関西と言われますよね<ー>、えー、公明党の場合はね、絶対負けることは許されない、うん、まあそういう選挙区なんですが、これ主に大阪なんですが、うん、最初に議席を取ったのが、この大阪選挙区なんです、参議院なんですよ。<ー>ね、でその時の時 本部長というのが池田大作さんんったんですよんでそれがゆえにですね、はい、やっぱりこういった宗教的な問題と、えー、問題といったようなのかな活動と表裏一体をなすためにだから負けるわけにいかないだから上昇関西。うん と言われてたで次回のですね衆議院選挙においては、はい、その上昇関西と言われている選挙区に、ですね、えー、今やね日の勢いの,の日本維新の会が候補者を相次いで立てると、要するに公明党ピンチという状況になっている中でね、ね、はい、やっぱり今回の死去というのも、えー、一つ大きな影を落とすことになるのかなというようなねことも言えると思いますね。う これね、あのー、様々なね、えー、批判等々、まあ、政教分離の宣言等々、とういうこともあったりとかもしましたけれども、まあ、このね、影響、連立を組んで、ね、うん、今、与党としてはい、はい、やっているわけですけれども、はいはい、この辺も影響出てくるんですか、ええ、そうですね。平和の党ということで、はい、ある意味で、まあ、いい悪いは別としてもですよ、自民党のブレーキ役、例えば憲法改正であるとか、集団的自衛権の行使であるとか、うん ブレーキ役を務めてきた。はい、ね、その背景,背景には平和の党としての公明党の存在があったことはこれ百パーセント間違いない。で、池田大作さんが亡くなり、そして、今代表を務めている山口那津男さんが。はい、次の代表選にはね、でないということで、ともう、あの、まあ、その宗教団体としての公明党も。こう、ね、宗教団体総価学会も、そ,ね、そして公明党もですね。代替をするというか、大きな転換点を迎えていく。その中で、新しいね、自民党、自民党と。 ですね、公明党とのパートナー関係も、パートナーシップもです、ね、構築されていくのかなと思いまもともと自民党に引きずられてるじゃないかという、もともと平和の党だったんだからという,う考えの方々と、でもいや、はい、そうは言ったって、与党でいること大事だからっていう、この現実論にとって、うん、結構、議論が中でもあるということも聞きますけれども、ね、その辺の路線対立みたいなものっていうのが、今後、うん、もっともっと浮き彫りになってくるかもしれないということですかく まあ今学会女性部ですか元の婦人部ですけれども、はい、そこはやっぱり平和の党としてのコアになった活動をしてきたところそういった人たちがですねやっぱり大作氏の指揮を受けてどういうふうに考えていくのかっていうところも問われているのかなと思いますねニュースプラスワン創価学会池田大作名誉会長死去というニュースを取り上げましたえ続いてこの時間は「ここだけニューススクープアップ!」。 イスラエル軍、ガザ地区に侵攻する地上部隊の作戦領域を拡大。パレスチナ自治区ガザで地上侵攻を続けるイスラエル軍のハガリ報道官は17日、地上部隊が作戦領域の拡大を続けていることを発表しました。また、イスラエルのガラント国防省も18日の会見で、我々は地上作戦の第二段階に入ったと述べております。 まあこの第2段階というのがガザ南部もというような、ね、報道、今日の朝刊では出てきておりますが、うんまあ、今までは、ね、北部と南部に分院して、うん、北部の、ねえー、住民たちに南米避難するようにというふうに促していたという状況なんですけれども、うん、まあ言ってみれば、イスラエル軍のですね、はい、あの狙いというのが、ハマスの完全殲滅というところにあるとするならば、うん、やっぱり南部も、ね、例外ではないのかなと思いますけれども、はいえー、ただ、その一方でどうなんでしょうね。あの イスラエルサイドの発表によればそのね えーまあ、この下に作戦ハマスの作戦司令部があるとされていた病院ですよね、はい、その地下に本当にあったのかどうなのか、えーえー、というところを含めて、ね、やはりちょっと検証が必要なのかなと、そういうふうに思いますけどね、うどうもそのイスラエルサイドが発,発信している情報が、全部が全部ね、はい、事実とはちょっと思えないような状況がありますから、やはり、えーそのね、行き過ぎと言ったらいいんですか、はいまあ、もちろんね、今の行動自体がかなり、ね、戦争法に対してですね、えーえー 合致してるのかどうかというところも疑問なもんですから、やはりその辺はちょっと国際的にです、ね、監視していかなきゃならないんじゃないかなと思いますね、うんまあ、あのそもそも、ね、病院への攻撃自体が、まあ、戦時国際法等々では禁じられているものでもあると、はい、ただし、その、まあ、病院とされるようなところが、ね、えそうじゃなくって、軍事作戦として使われているということであれば、うんまあ仕方がないと、うん、ういうことなんですけれども、ただその場合は攻撃する側に虚証責任が、ねえーうん、あるわけ。 <で>ええ、WHO かなんかが入ったその調査の、ね、話が各紙に出てますが、えええー、ガザのこの病院は死の領域だったと、まあ、かなりその遺体であるとか、はい、見つかったりとか。うん えー、市民は避けて攻撃していたんだというイスラエル軍の主張がどこまで正しかったのかというの、まあ少なくとも WHO はかなり疑問視しながら、これ、報告を出しているようなところがありますね加え、うん、て出てきたというね、えー、その地下から出てきたとされる武器についてもです、ね、はい、どうもちょっと検証しきれてないなという状況もありますし、うんうん、でもう一つは南部に対して今度、攻撃が移っていった際にです、ね、はい、私ね、ちょっと一つ疑問なのは、えー、やはり疑問というかで、ね、 ですね、指摘しておきたいのは、やはりじゃあ、なぜね、えー、隣国のエジプトサイドは、はい、その難民を受け入れないのか。 っていうところ、うん、そういう政治的思っていうところもね、やっぱり考えていかなきゃならないんだろうなと、もともとやっぱりエジプトというのは、うんえー、ハマスの前身の娘に同胞なんですか、娘に同胞ここにですねエジプト国内も結構ね、翻弄されてきたという歴史的経緯があるんですよ。はい、ですから、そういった意味でいうと、必ずしもエジプトもですね、えー、ハマス、あるいはパレスチナに対して、えーまあ、あのなんて、寄り添っているわけじゃないという状況もある。ですからそういういところも含めて じゃあ、パレスチナの要するにえ住民たちをねどう救済していくのか、うん、ですから、中東情勢、よくまあこれはね、なんらかねあの冠でつくように、複雑だというけれども、それを一つ一つ紐解いていく必要があるのかなと、私は思いますけどねうん、まあ、あのバイデン大統領は、あ2国の統治、まあ、特にヨルダンガセガンとこのガザに関しては、えー、自治政府が。 統治すべきだという、まあ、ある意味、原則論に戻るような発言をしたという報道もありましたけれども、<え>ただ、この実政府の方は、実政府で統治能力が果たしてあるのかというのも疑問視されてますよね。ねですからあの、ファタハですよね、はい、中心になっているのが、えー、えここも腐敗が、えー、ものすごく指摘されているところで、じゃあ、果たして住民たちの支援、支持が得られているのか、もちろんね、うんえー、ハマス、この政治的指導部なんていうのは、これは、えーね、ガザ地区にいないわけで、トップはね。 トップいなくて、海外で,です、ね、非常に安穏な生活を送っているという状況もある、うんでまあ、そしてもう一つやらなきゃならないのは、私たち、例えば日本もです、ね、相当な学校ですを、ね、やっぱり支援してるんですよ、パ、うん、レスチナに対してね、ててはい、それは適正にです、ね、本当に住んでいる人、住民たちに、自治区のです、ね、住民たちに渡っているのかどうなのか。 ね、でその支援している金が、うんえー、例えばね、こういったイスラエルに対するテロ行為に使われていたとするならば、はい、やっぱりその支援というのが、果たして、ねえー、正しかったのかどうなのかっていうところも見ていかなきゃいけないです、まあ、もちろん必要なんですよ、医薬品が足りない、食料が足りない、すべてにわたって不足してるんだけども。えー にもかかわらず、えー、それはきちんとどう言ってなかったとするならばね、やってることが、日本政府がやってることがです、ね、やはり、えー、正しかったかどうかっていうと、そこははなは疑問だと一部ね、あのー、報道では、5日間の停戦というものも可能性として出てきたと、まあ、あ子ども等々の人質50人余りと控えにしてというようなことが出てきてますけれども、ねまあ、これ、アメリカのメディアなどが報じているようです、ワシントン・ポストなど これは現実的になるんですかね、うん、だから、えー、そこへ向けてアメリカが強烈なプレッシャーをかけるんでしょう、ね、あイスラエルに対して。で、アメリカはイスラエルに対して、金銭的な援助、支援を全面的にやってますから、うん、やっぱりね、それを、ね、まあ、それをとって、 を盾にとってっていうと言葉は悪いけれども、はい、影響力持ってるんですから、やっぱりアメリカが要するにイスラエルをどう解き伏せるのか、はい、でそもそもアメリカも今孤立してますからねこの問題に関して言うと国際的に、あの必ずしもそのパレスチナ問題に対して日本とアメリカは表里、えー、表裏合わせてるわけじゃありませんからね。はい、そういった点で言うとアメリカの孤立化が際立っている、うん、だとすれば、えー、そこをね、えー、どう対応しアメリカがどう動くのかっていうのが今、えー、問われてんじゃないのかなとでなおかつワシントン ポストが報じたということは、はいえ、これはもう言ってみれば、え今の、ね、政権にとってみるというと、機関紙みたいな存在の、うん、そういう新聞ですからね、はいえー、そういうふうに動いてるんだという情報発信と受け止めていいんだろうと思いますね、えー、ここだけニュース、スクープアップ、このイスラエルとハマスの戦闘について、えー、中東情勢でありました。